あら、今回ですね、本日動画なんですけども、本日は検証動画なんですけども、このゲームですね、まあ、住民と合体できるバグっていうのがあるんですよ。まあ、皆さん知ってると思うんですけども、切り株を使えばですね、こういう感じでね、住民と合体できるということなんですけども、この前ね、大型プレートで一人称カメラにすることができるようになったんですよ。こちら手持ちカメラモードに切り替えて、このようにね、一人称視点で動物の森をできるようになったんですけども、今回思ったのがですね、住民と合体できるバグを利用してる時に一人称カメラにしたらすんごいことになるんじゃないかっていうことで、とりあえず今からですね、住民と合体していきたいと思います。ということで、じゃあちょっとジャックと合体しようかな。ジャック、ちょっとこっち置いてね。やばいな、これグリグリ押したら怒られそうだな。あーあー、ごめん。ちょ近いさ。暗黙の距離感というものがあるともんだけど、うっせえ。ああ、ごめん、ジャック、ごめん本当にごめん。怒ってるけど気にせずに連れて行きまーす。あ、皆さん一応言うんですけど、僕はジャックが嫌いってわけじゃないですからね、これ別に。ジャックが嫌いだからこうやって怒らせてるとかではないですからね、これ。あくまで検証のためにグリグリ押してるだけなんで。もうすぐだからジャック怒んないでよ。もうすぐだからって。君は少し強引なとこがあるね、サーカー。でも、そういうの嫌いじゃないよ。嫌いじゃねえの。え、さっきめっちゃ怒ってたじゃん。めっちゃ怒ってたのに嫌いじゃない。オッケー、そこにいて。そこに、あー、座んな。座るな、切り株に、お前。ちょっと待って、座るな。え、ちょっと座んないで。どうすればいいの、これ。あー、オッケー、素晴らしい。これで閉じ込めます。はい、ごめんなさいね、ジャック。無理やり閉じ込めます。オッケー！これでですね、合体できるんですよ。いきますよ。ジャックと合体だ。このように合体することができました、バグを使って。あ、すげえ。すげえ、俺の顔がジャックになってんだけど、すごくね、すごくないこれ。俺の顔がジャックになってる。違和感ないね。いや、違和感しかねえか。ここでですね、一人称カメラにしたら、住民のね、体の中が見れるんじゃないかと。それはそれでやべえけど。一人称カメラ、あー、ジャックの体どうなっているのか。うわ、ちっけえ。めちゃくちゃちっかい、いきますよ。うーわ、ちっけえ。住民の顔、やべ、ちっけえ。住民の顔をこんなに近くで見た実況者は俺だけなんじゃないか。はっそちっけ。おーせ、おー、今体、お、透けてる。え、ジャックの体、え、透け透け。お、すげえ、お、ちょっと体の一部が見える。見て、なんか見える、なんか今ちょっと見えたね。おー、すげえ、お、すげえ、お、すげえ。お、メガネだけが見える。ジャックのメガネだけが見える。すごい、見て、ジャックのメガネだけが見える。どうなってんのこれ。まあ、近すぎてどうなってんのかようわからん。これ、ジャックの体の中はね、こういう感じになってるということでした。ジャックの体の中すっげすけやな。